か緊張してきました。いよいよだ。黒土と一緒に幽霊に持っていく。今のうちに食いだめしとかないと。この戦争で一旗あげて木陰にでもなってやるか。バカ、戦争なめんじゃない。さてガーラ君、君がこの大連隊の隊長だ。落ち着いたら一言頼むよ。連隊長があんな若造で大丈夫なのか。ガーラ様はその辺の若造とは違う。ついこの間まで対立してた奴らのことなんてな。こっちもだ。オロチマルに騙されていたとはいえ、砂はこの白寿司の首謀者みたいなもんだ。あいつらがいなければヒルゼン様はこれからじゃないっすか。分かってる。俺だって忍びだ。国や里が決めたことに反対するつもりはない。キラービー様を襲ったのも、五影階段を襲ったのも木の葉の抜け人じゃねえか。みんなまだお互いを信用しきれてないみたい。長年対立してきた奴ら相手に昨日今日で団結するのは難しい。あなたたち岩隠れは礼儀をわきまえない無礼者だって言ったんですよ。なんだと。この葉の野郎、敵か雲がやんのか。うん、私はお前たち砂に殺された。ここで殺してやってもいいんだぞ。おい、やめろ。自国自里の利益のために第一次から第三次までの長きにわたり忍びはお互いを傷つけ憎しみ合ってきた。そしてこの世界と人間を憎み滅ぼそうと考えた。今暁がなそうとしていることと同じだ。だが木の葉の一人の忍びがそれを止めてくれた。お前の気持ちはなんでかな。痛いほどわかるんだってばよ。なると、その者は敵である俺のために泣いてくれた。傷つけた俺を友だと言ってくれた。同じ痛みを理解し合った者同士、わだかまりはない。砂も雲もない。今ここに敵はいない。なぜなら皆暁に傷つけられた痛みを持っている。もしそれでも砂が許せないのなら、この戦争の後に俺の首をはねればいい。彼が敵に渡れば世界は終わる。世界を守るには俺は若すぎる、浅すぎる。俺は友を守りたい。だからみんなの力を貸してくれ。強い熱を持った連中ほどまとまった時は強くなるじゃん。ガラ様、立派になったなガラ。同意する者は俺に続け。一丸となって命尽きるまで戦おう。友と世界のために。